はちょっと雑草が激しいところで、紹介することになりますので、お聞き苦しい時は、お聞き苦しい時はご容赦ください。今日の、車はインプレッサです。これはですね、何度か僕も所有した、結構面白いんですね。これこの頃はですね、ダンパーついてますね、ダンパーついてますで、インタークーラーは小さめで、水泳対抗ターボ、STA のこれにはあのストラットタワーバーがついて、もうすでにこのいなすタイプですよね。で、面白くってなぜ乗ったかっていうと、これはですね、あのナローボディですので、 WRX に対してですね、まあ、全面投影面積が短い、小さいですから、空気抵抗の面では有利になりますよね。結構ねシャキシャキ走るんですよ。で、結構シャキシャキ走るこの車、まあ栄光の WR ブルーに、栄光の STA のレイズのホイールを組み合わせてコンチネンタルを剥がせました、ね、コンチネンタル DWS06 です。非常に評判がいいです。この5月のイベント期間中もたくさんのお客さんに買っていただきました。おすすめのタイヤです。それで、まあ、ハッチバック、まあ、登録上はワゴンなんですけども、ステーションワゴンなんですけども、まあ、ハッチバック、まあ、インプレッサのですね、ハッチバック式のこの、まあ、スポーツになる前のこのハッチバック、その前はスポーツワゴン、ある意味ですね、スバルが、本格的な、まあ、コンパクトをやろうとした、まあ、証しかもしれないですね。 1500cc の、コンパクトっていうのが世界的な潮流じゃないかということで、開発をした車にホットな心臓が入っているといわゆるホットハッチのジャンルですね。ですから面白い、 WRX とはまた違う面白さが。この頃はスペアタイヤをちゃんと積んでるんですね。綺麗でしょ、これすごくね、物はいいんですよ。まあ、このトロカバーはいる、いらないがあるんですよ。これもついてますよね。あの目隠しや断熱にはいいですよね。まあ、こういうオプションがついてるという車ですね。さあ、その車の、ロードインプレッションを、これからしようと思います。WR ブルーは、まあ、実にですね、スバルの韻を踏んだいい色ですよね。いい色です。僕は好きです。で、この WR ブルーの車っていうのは本当にその、なんていうんですか、仲のいい、あの友達が同じ色の車をもし持ってたとしたらですね、これやっぱり一緒に走ると楽しいでしょうね。あの、まあ、今日掃除の日でして、掃除しながら、あのどの車をどこに並べようかなんて考えてこう車を移動したんですけども、その時に新しい、ほらうちのレボーグが WR ブルーパールのレボーグ、ね、新型レボーグがあって、それからあの S4 の新しいやつが2台今程度に中古車があるんですけども、このせっかくこう綺麗な S4 だから揃えようよということでですね、展示場のショールームの前に前の B4 の黒2台とですね WR ブルーをこう揃えていったんですけども、
黒いあの BL5 が2台あってもですね、こう渋くていいんですけども、 S4 がこうブルーでこう2台あって、青、このどこから見てもこうスバルって分かる青をですね、やっぱりこう、ね、揃ってこう同じ色に乗ってこう走るっていう感覚は、これ1回やるとですね、たまらないくいいんですよね。僕は年に一度だけあの 22B のオーナーズミーティングで、あのみんなで一緒に走るっていう場を設けてるんですけども、あの 22B のない頃は、うちのですね、うちのね、あの走らせる 22B のない頃はですね、あのいろんなその時のテーマカラーで、黄色い BRZ であったり、白い WRX だったり、オレンジの WRX だったり、いろんなのをこう先導車にして、まあ、走ってきたんですけども、ここ数年、うちで作ったあの 22B2 リットルのエンジンのやつですね、あれがあるので、それでこう走るんですけどね、やっぱり全部同じ色でね、揃ってね、こう一緒にこのその後飯食ったり話したりする時の楽しさっていうのはね、あの最高で、まあ、そのコアにあるのがやっぱりですね、この色なんですよね。あの色がですね、ストーリーやあのブランドやですね、味やですね、匂いや、その色だけで全部表現しちゃうっていう世界を持ってるのは少ないと思いますよね。まあ、そんなことを考えて、今日は一日過ごして、でこの車をちょっとまさにその印を全て持ってますので、紹介したくなりました。さあ、この赤いメーター映してくださいよ ね、これ照度調節、ね、こういう風に照度調節ができます。ドライトつけて、あのシフトノブ、これは5速です、ね、5速、5速の MT をじゃあこれから走らせます。まあ、今オーディオはちょっとストラーダのパナソニックのこのナビついてますけど、オーディオはオフにして静かにスバルサウンドを楽しんでもらうようにしました。じゃあ行きます。ちょっと失礼、ハンドアのケーブル灯がついてる、リアゲートかな、まあ、そうですね、ちょっと閉めていきますね。このランプが消えるよ、うん、この頃締め忘れがおいやいやいや、暴力は反対です。さて行きます。やめてくださいね、締め忘れがよいしょ、ね、やめなさい。行きます。静かですよね、これ。静かなのもいいですよね、しっとりした感じです。まあタイヤもそのこのコンチネンタルのこのタイヤしっとりしてるんですよね。非常に、前も話したと思いますけど、非常にダイバーシティなタイヤです。あのこういう面白いタイヤってやっぱりコンチネンタル の独壇場ですよね。まあ、トレッドパターンの魔術師、面白いスポーツプラスっていう、コンパウンドなんですけども、これ専用コンパウンドを使ってますけども、あの乗り心地も悪くない、タッチも悪くない、操縦性も悪くないで、ライフも長い、お値段も安い、ということでですね、あの本当に死角のないタイヤです。で、このナローボディのインプレッサ GT と、相性がいい、まあ、要するにこれ GT を名乗ってるんですよね、このインプレッサのターボ車、WRX ではなくて、GT、それにふさわしいタイヤです。で、
タイヤもそうですし、足の設定もそうですし、まあ、この車の乗りやすさとかダンパーセッティングとか、まあ、全て、僕好みです。まあ、こういうバイパスを静かに流すときもピーキーな感覚はまるきりないし、それでいて、これから走るようなところはそこそこ攻めて楽しいということです。今日すごいですよね。夕方からもうこんな風に、今まだそんな遅い時間じゃないんですけども、この遅い時間になってきたのかけど、ほら結構ですね、薄暗いのは今日黄砂がすごいんですってね。で、確かにこう景色見るとすごい霞んでるんで、向こうの山白いですもんね。薄白くなってますよね。だからやっぱりもうすでに飛んできてる。それにさっきからやっぱりちょっとイガラっぽいんですよ。これ独特のその黄砂が出た時の雰囲気で、まあ、アレルギーの季節がちょっと収まったので、おかげさまで、以前のように苦しくはないんですけども、ちょっとこのイガラっぽいのは黄砂のせいかなっていう気がしますよね。龍角散ぐらいのね、ああいう細かい砂らしいですよね。この黄砂の現象の元になっている砂漠の砂はね、で巻き上がると落ちてこなくて、こんなひどいことになっちゃうらしいんですけど、さあ、今5速だとやっぱりちょっとここはね、ギアが高すぎます。4速で、曲がって次のコーナーの先ちょっとバウンとバウンドするとこあるんですけど、まあ、ちょっと3速でやってみましょうか、ね、気持ちよくターンしますよ。柔らかめなのでね、このダンパーセッティングはいなすと思いますよ。あそこ硬いとね、ボンと飛ぶんですよ。この先です。ほいね、簡単にいなしますよね。これがね大事だと思うんですよ。この足を持ってないと、柔らかければいいってもんじゃないですよ。その抑揚が効いたものじゃないと、こうリアルな道路で、気持ちよく飛ばそうとするときにはやっぱりこういう足はものすごくいいです。で、確かにこう少しこの振るとですね、柔らかいって感じがするんですけど、 WRX なんかに STN なんかに比べるとね、ところがですね、これを上手に乗りこなすと、車がね破綻しないんですね。サーキットなんかを走ると硬い足がいいんですけれども、それをですねあまりそういうことに振りすぎて、現実の道路で、それが面白いかっていうとですね、むしろですねタイヤの選択を誤るとものすごい危ない車になりますよね。このやっぱりコンチとのこの GT のダンパーセッティングはめちゃくちゃいいですね。泣きもしない。これオンザレール感覚ですよ。さあ、3速サードに落とします。もう一つ入ってくるぞ。で、立ち上がってフルカスを置く。4速でターン。これはね、シンメトリカルなこのスバルのこの駆動方式と、いいタイヤとのですね、絶妙なコンビネーション、なんていうんですか、不安感がまるでないですよね。いや、いい仕上がりになりましたよ。このゴールドのホイール、レイズのホイールに、コンチネンタルに、インプレッサのターボに、バランスのいい四輪駆動に、四輪独立サスペンション、リアは、WC1、それをいたずらに硬くしなくって、この柔軟にセッティングして、長距離でも疲れない足にして、コンパクトで、路面のアンジュレーションを拾いにくい、トレッドになっている。これもいい車。こういう車はね、
なんかね、ちょっとね、これ親子で楽しんでもらいたい車ですよね。ちょっとこうマニュアルが恋しくなってきたけどね、あんまりあの WRX まで行くと値段も高いし、ちょっとギンギラギンだしな、もう少しさりげないのがいいな。で、息子さんもそろそろ、うん、娘さんでもいいんですよ、マニュアル乗らせてやりたいな。今マニュアル乗れるようになっておかないと、ちょっとこれから先も大変だよな、ね、せっかくマニュアルの免許持ったけど忘れちゃうななんてね、そういう人いるんじゃないでしょうか ね、いると思いますよ、いると思いますけども、あ、そんな時にこの車を1台持っていると土日も楽しいし、普段の通勤とかも全然問題ないし、燃費もそんなに悪くないし、維持費も安いし、しっかり整備してあるからまだ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 すごく乗れるし、ね、カチッとした車だってことはこういうね、細かい所作でね出てくると思うんですよ。これがね、あの不幸な買われ方をした車はね、こうはいかないんです ね、というこうだけですから、このリアルなね、こう切り返しだとか停止してからのバックだとかっていうのを今紹介したんですけれども、どうでしょうね、この土日にねこういう面白い車をいっぱい見てもらおうと思って、今日は掃除して展示場をきれいに整えました。ぜひ車を見に来てください。